J コースはもう原則必須ということで、まあ、ほとんどちょっとご都合が悪い方だけ行かなかった方も見になりますが、原則全員ご参加いただきましたで。G コースについてはですね、オプションということで、 あの追加資金ご負担いただきまして、えー、何名かご参加いただきましたので、あの相当な人数、一緒にシリコンバレー行ってまいりました。えー、原則はスタンフォード大学でですね、えー、MBA の教授から講義を受けるということと、から具体的にあの MBA の学生も一緒に行ってますので、MBA の学生が作った BS プランをですね、えー、スタンフォードにおいて発表して、 まあ、あの現地のベンチャーキャピタリストとか、ベンチャーの経営者たちの前でですね、プレゼンテーションをして、コメントを受けるということをメインにしておりますが、セールスフォース行ったりですね、シスコに行ったりですね、次のページ、グローバルロジック、これは日立製作所の現地法人、買収した。 現地法人で、いわゆる M&A についてもですね、えー、すごく勉強になりました。からバイトダンス、まあ、中国からアメリカに行った会社でございますけれども、あのバイトダンス、いわゆる TikTok でございますけれども、訪問しました。えーからストライプ いう会会社社はあのアメリカでで上場したあ金融ベンチャーの会社でありますえプラグアンドプレイはああ多くの、まあ、日本企業だけではなくてたくさんのおコーポレートベンチャーが入っているベンチャーと大企業のコラボレーションの場所ということでございます。それから次のページがあ、はい、スタンフォード大学でですね、先ほど言いました。 言いましたようにあの、ピッチコンテストをやったり、ですね、えー、教授に講義を受けたということでございまして、まあ、非常にですね、えーまあ、アメリカに何回も行った人もいるんですけれども、日頃、出張で行った時には会えないような人、あるいは会えないような場所、そしてあの仲間とですね、一緒に。えー 寝起きを共にするということで、本当にですね、えー、親しくなるということで、非常に価値があったあ海外研修だったと思います。